Thank you for the introduction. I'm going to talk about this topic, development of Japanese LLMs. And I will talk in Japanese, so please obtain a receiver at hand if you want to hear my presentation in English. と、簡単に自己紹介をしたいと思います。岡崎と申しまして、東京工業大学、東京インスティチュートオブテクノロジーの、教員をしております。で、専門は自然言語処理、ナチュラルランゲージプロセッシングでして、ナチュラルランゲージプロセッシングの教科書を書いてありですとか、あと右上にあるものは、ナチュラルランゲージプロセッシングの問題集を公開したりしています。で、昔から、オープンソースの活動とかも大好きでして、以前はソフトウェアとかも書いていたんですけれども、最近は教育の分野で、例えば機械学習の、講義で、説明をするときに、Jupyter ノートブックで教材を書いて、それを、オープンソースで公開したりしています。で、今日は最初の、前半の方のトークだということですし、せっかく海外からいろんな方いらっしゃってますので、日本の LLM 開発がどのようになっているのかということを、簡単にお話ししたいと思います。で、日本の話をする前に、まず、LLM が、どのような歴史をたどってきたのかという話をしたいと思います。でオープニングでもお話がありましたけれども、LLM の開発は、IBM さんが機械翻訳の研究とかを、1950年代にされていたと思いますけれども、それが礎になって自然言語処理の研究が進んできました。で、2010年頃から、ディープラーニングを用いた研究が、盛んに行われるようになりまして、今のランゲージモデルのアーキテクチャでよく使われるものであるトランスフォーマーが出てきたのが2017年頃となります。で、トランスフォーマーで機械翻訳の、翻訳性能が飛躍的に向上しまして、でその後そのトランスフォーマーのアーキテクチャを使って、コンテキチュアルエンベディングの学習に使える。でそれによって、事前に学習した言語知識を活かしてダウンストリームタスクを解けるっていう、ファインチューニングのプリトレーニング、プリトレーニングファインチューニングという、アプローチが、2018年から、2020年頃まで盛んに行われるようになりました。で一方その過程において言語モデルをどんどん大きくしていくスケーリングをスケールさせていくと、性能が上がっていくんじゃないかっていうそういう期待が出てきました。でそれを支えていたのが分散並列学習を使って大規模なモデルを効率よく学習する方法となります。でそのような研究ですとか、スケーリングローの研究などがありまして、GPT-3 で非常に大規模な言語モデルが作られまして、でそれがさまざまなタスクをゼロショットで解けるということですごく話題になりました。でその後そのゼロショットで解ける、汎用的にいろんなタスクが解けるかもしれない言語モデルが出てきた後にその能力をどのように引き上げればいいのかっていう検討が進みまして、例えばプロンプトチューニングですとかあとインストラクションチューニングのように、何かのタスクで学習した知識が別のタスクにトランスファーされるっていう、そういうことが言われるようになりまして、LLM の開発がどんどん進んでいきました。で今歴史の転換点になったのが、チャット GPT のリリースだと思います。でそれが2022年の、11月30日だったんですけれども、その後汎用的にいろんなことができる、AI としてさまざまな会社が、LLM の開発を行っておりますし、研究の世界でも効率の良い LLM を作るための研究が進んでおります。でチャット GPT がリリースされた後、どのようなことが起こったのかということを簡単に、示したスライドで本当にいろんなことが短い間に起こりました。で、まず
チャット GPT の、ユーザーがまず爆発的に増えまして、まずその増えるスピードが過去のサービスを抜いて一番早くチャット GPT のユーザーが伸びたというふうに記録が残っております。で、そのようにいろんな、ユーザーから支持を受けたチャット GPT なんですけれども、その後マイクロソフトの Bing に統合されて検索と一体化したりですとか、あとはオープンな話で言いますと、このメタがラーマっていうオープンなランゲージモデルをリリースしたこともすごくニュースになりましたし、その後の言語モデルの開発にすごく貢献しています。で、2023年の3月には GPT-4 がリリースされまして、で、2023年の4月にはちょっと AI の開発が早すぎるんじゃないかっていう、懸念が出たりですとかしたんですけれども、日本では2023年の5月に、AI 戦略会議というものが政府にできまして、そこで AI の、研究開発について、司令塔の役割を担うようになりました。で、その後、広島サミットで、信頼できる AI に向けてステートメントが首脳宣言が採択されたりしています。で、LLM の、性能についてはいろんな発表があります。で、これはちょっと古いもので GPT-4 とあと Google の Bard、パルム2が出た時のものですけれども、さまざまな試験で人間の肩を並ぶぐらいの性能になったですとか、パルム2、Google Bard の方では、さまざまな言語で、その言語の検定試験を合格する性能が得られたという、そういう報告がされています。で、このスライドは事前提出しておりますので、ここには反映されてませんけれども、本当に昨日GPT-4o が、リリースされたりと、今でも LLM の研究開発が急ピッチで進んでいます。で、日本ではどうだったのかという話をちょっとしたいと思います。で、まず、この、2022年の12月以前の、LLM の日本における LLM の話なんですけれども、もともとやっぱりBERT ですね、トランスフォーマーのエンコーダーに基づくアーキテクチャのモデルがいくつかリリースされておりまして、で、マルチリンガルBERT とかマルチリンガルな LLM っていうのはもちろんリリースされていたんですけれども、それでも日本語で、LLM を作る意義というのはいくつかありまして、まず日本の知識をやっぱりあまり詳しく知らないっていうところが一つなのと、日本語の場合は単語の区切り方ですね、トークナイゼーションが特殊ですので、そのトークナイゼーションを日本語の単語の境界に合うようにしたいという、そういう狙いもあって日本語の LLM が開発されてきました。で、2020年に GPT-3 が出た後はどちらかというと GPT ベースですね、要するにトランスフォーマーのデコーダーに基づくアーキテクチャが増えてきました。GPT-2 ですとか、GPT-2 の規模の、モデルが学習して公開されたりしています。で、これが2022年の12月以降どうなったかなんですけれども、先ほどのスライドも抜粋なんですけれども、それよりも、非常に多い数の日本語の LLM が、作られて、公開されています。で、ここにこういくつかリストを上げているんですけれども、一番上のこう早稲田大学の、この、GPT-2 のモデルですけれども、これ偶然だと思うんですけれども、チャット GPT のリリースと同じ日に出ていまして、でそれ以降のものをこうやって上げているんですけれども、2023年の5月とかにサイバーエージェントさんとリンナさんがモデルをリリースしたりですとか、さまざまな企業が大規模言語モデルの開発を行っております。で、いくつか、東大ですとか、あと LLMJP っていうコミュニティだったりとか、こう研究コミュニティからも、大規模言語モデルが、リリースされています。で、右側の方に行きますと、
まあ、左側のモデルよりも、まあ、比較的こう性能が高くなっているあのモデルが、まあ、リリースされるようになってきております。で、東京工業大学と、産総研でも、LLM の開発を行っておりまして、スワローというモデルを、まあ、公開したりですとか、あと、まあ、リンナさん、イライザさん、ライトブルーさん、さまざまな会社があの LLM を作って、公開しております。でこのスライドに載せておりますのは、あのここの、下にフットノートで小さく書いてあります、オーサムジャパニーズ LLM って書いてあるところからあの引っ張ってきたもので、まあ、それの全部ご紹介することはできなかったんですけれども、こちらに行っていただければ、あのオープンな日本語の LLM を見ることができて、それがかなりの数あるということをご覧いただけるかと思います。で、LLM の開発を行うときにGPU が必要になります。で GPU が必要になるということは当然その GPU を使うための予算も必要になるんですけれども、今世界的に GPU が不足しておりまして、例えば予算があったとしても GPU をこうたくさんこう確保できないので、LLM の開発がなかなかできないといった問題が生じしたりしております。で日本政府がまあ主導になって、このゲニアックっていうプロジェクト、左側のプロジェクトなんですけれども、が今ちょうど行われておりまして、ゲニアックのプロジェクトでGPU の環境を提供して、すごくまとまった大きな環境を提供して、でそれに応募した、まあ、企業さんがメインなんですけども、企業がLLM の開発を行うっていうプロジェクトが今進行中で、そろそろ構築された LLM が公開されようとしています。でこのゲニアックのプロジェクトですけれども、オープンなモデルを開発して公開することが一つ使命となっておりますので、さらに日本語の、オープンな LLM がどんどん公開されていくんじゃないかと思います。であと右側の方は産総研が作っているスーパーコンピューターで AI ブリッジングコンピューティングインフラストラクチャーというものなんですけど、 ABCI というものなんですけれども、こちらでも、大規模言語モデルを作るためのサポートプログラムが走っております。であと日本の研究者コミュニティも LLM にかなり注目しておりまして、まあ、それは世界的に見てもそうなんですけれども、まあ、ACL とかNLP の国際会議を見ても、LLM に関する研究が非常に増えておりますし、日本では言語処理学会っていう学会があるんですけれども、そちらでは去年の3月にチャット GPT で自然言語処理終わるのかっていう緊急パネルが、開催されましたし、今年の3月に開催された、言語処理学会では多くの発表が LLM に関するものになっておりました。であと、右側のものなんですけれども、こちらは今日午後のセッションで黒橋先生からお話があるかと思いますけれども、LLMJP と呼ばれる、まあ、LLM を研究者コミュニティで頑張って作っていこうというコミュニティがあって、まあ、それを母体として、NII 国立情報学研究所というところで、LLM 研究開発センター LLM R&D センターというものが、今年の4月にできまして、でそちらでも大規模な言語モデルを開発中です。でこういった形で日本の研究者コミュニティもまあ、一丸となって LLM の研究開発を盛り上げようとしております。であと、まあ、信頼できる AI に向けての取り組みも行われておりまして、まあ、広島 AI プロセスっていうのが2023年の5月に立ち上がりまして、それを受けて、例えば AC と呼ばれる、AI セーフティインチチュートが、最近設立されましたし、あと AI 事業者ガイドラインですね、 AI でこうビジネスするときにこういうことを守ってくださいよっていうことが定めた AI ビジネスガイドラインが発表されたしております。でこういった形で日本の LLM の研究開発はすごく活発に今行われております。でそういった中でいろいろな開発があるんですけれども、我々の東京工業大学で取り組んでいるスワローというモデルを今日はご紹介したいと思います。
スワローというモデルなんですけれども、東京工業大学の岡崎研究室と横田研究室、あと三相研で、開発された、ラージランゲージモデルになっています。で、作り方は継続事前学習、コンティニュアルプリトレーニングなんですけれども、ラーマ2をベースにしたもの、ラーマ2の 7B、13B、70B をベースにしたものと、ミストラルの 7B と、ミクストラルの 8X7B をベースにしたものが、リリースされています。で、これらのモデルは、ABCI で、学習されています。あとモデルは学習したモデルはハギングフェイスで、すでに公開しておりまして、左下にある URL からアクセスすることができます。で、モデルを公開した当時に同時に、モデルの性能を測っているんですけれども、日本語のベンチマークデータにおいては、その当時の一応最高性能が、出ているということは確認しております。で、このモデルですけれども、作ったモチベーションというのは日本で LLM の研究をしたり開発するにも、やっぱオープンなモデルがないとファインチューニングもできませんし、それをベースにした研究開発ができないという問題があって、でその日本語で性能の高いモデルがないと、なかなかこう日本の研究開発、LLMを作ることに関しても進んでいかないかもしれないなと思ったので、できるだけ早く性能の高いLLMを開発したいということで、このようなモデルを作って公開いたしました。で、フィクサーさんが製品にこうスワローのモデルを組み込んでいただいたりしています。で、スワローの、3つのキーポイントを説明したいと思います。でまずこのモデルは継続事前学習というテクニックを使って、日本語の、性能を高めるということをやっています。で、その日本語性能を高めるために、必要なこととして、日本語の学習データが必要なんですけれども、そちらは、うちの研究室で集めて作って、それを継続事前学習に用いています。でそれ以外にちょっと最初にお話ししましたけれども、トークナイゼーションが海外製の LLM だと日本のものに合わないというものがありますので、ボキャブラリーエクスパンジョンということをして、トークナイザーを少し改良しています。でこのスライドで載せておりますのは、青いものがオリジナルのラーマでして、それに対して継続事前学習を行ったスワローのモデルが赤いモデルになります。でそれぞれ 7B、13B、70B で日本語のベンチマークデータで性能を評価しているんですけれども、だいたい7ポイントぐらいの性能向上を確認しています。で、実際どのようにモデルの評価をしているかなんですけれども、こちらは日本語のベンチマークデータセットを使って評価を行っています。で左側は、日本語の、評価データの例で、それを、英語に翻訳したものが右側にある、ものになります。でタスクの指示 と、解き方の例ですね、フューショットエグザンプルといいますけれども、解き方の例を入れて、最後に答えてほしい質問は慶応大学を作った人は誰かという左下にある質問に答えてほしいと。で回答コロンの後に、LLM が何かこう回答を作ってくれるということを期待しています。で我々が学習したスワローのモデルでは、福沢諭吉という回答を出しているんですけれども、ラーマ2は、徳川家康という答えを出していて、これ全然時代が違っていて、徳川家康さんは江戸幕府の将軍なんですけれども、そういう海外製のモデルでちょっとこうかなり背景が異なるような答えをすることがあるんですけれども、そういうところがちゃんと日本語の知識が入って修正されています。で、開発したモデルの性能なんですけれども、ラーマ2以外に、ミストラル、ミクストラルとの比較も行っておりまして、この、図なんですけれども、上が 7B のモデルの集まりで、 13B のモデル、あと 47B っていうモデルと 70B のモデルのグループに分かれていて、その中でモデルの性能を比較する必要があるんですけれども、青い矢印がついているところが継続事前学習を行った前と後の比較になります。なので元々のモデルの例えば平均性能が30あと
32.01 だったものが 39.40 にこう引き上がったりとかっていうことがここから分かります。で、大体インプルーメント的には7ポイントぐらいのインプルーメントが確認できています。で、なんでコンティナルプリトレーニングで日本語の LLM を作っているのかという話をします。で、コンティナルプリトレーニングのアイディアはどういうものなのかっていうと、英語に強い LLM があったらそれに後から日本語を第二外国語のように教えて日本語が使えるようにしようっていうアイディアになります。で、ここではメタのラーマ2の例を載せてますけれども、メタのラーマ2は英語ですごく性能の高いオープンなモデルになっていて、でそうなんですけれども、ラーマ2の論文の中で公開されている情報によると、学習データはの 0.10% が日本語のテキストだというふうに言われています。ですので、ほとんど日本語のことを学習していない、それでもある程度日本語の問題が解けているのですごいモデルなんですけれども、日本語の学習データが少ないためにたまにこう生成結果がこう崩れたり日本語の表現が崩れたりすることがあります。なので、そのモデルに対して日本語の大規模なコーパス、大規模な言語データを与えて、でそれで追加の LLM のトレーニングをします。で、その時の学習のやり方は普通のプリトレーニングと同じで Next Word Prediction と呼ばれる、次の単語を予測するっていう学習をします。で、そうすることによって日本語の能力が引き上げられた LLM を開発できるというそういうアイデアになります。で、こういうことをすることによってこの方法自体はもともとドメインアダプテーション、分野適用の、モデルとやり方としてこう広く知られていたんですけれども、英語の分野だったモデルを、英語が専門分野だったモデルを日本語の分野にこう合うように、アダプトすると、適用するような方法を取ります。で、そうすることによって単に日本語を教えているだけじゃなくて、英語の時に獲得していた知識ですとか、あとは論理推論の能力とかをそのまんまこう活用することができるんじゃないかというアイデアになります。で、コンティナルプリトレーニングをやる動機なんですけれども、まず、圧倒的に、英語のデータの方が世の中はたくさん存在するっていう、そういう状況があります。で、この右側に載せている円グラフはコモンクロールの、スナップショットの中で、各言語のテキストがどのくらいの割合含まれているのかということを示しています。で、英語がだいたい 44.4% 入っていて、続いてロシア語、ドイツ語、日本語、中国語、スペイン語っていう順で出てくるんですけれども、日本語がだいたい 5.15% ぐらいの割合となります。ですので、コモンクロールっていうウェブページのスナップショットをもらってくると、日本語のデータっていうのは英語の9分の1ぐらいしかないっていう、そういう状態にあります。で、9分の1しかデータがないということは、やっぱり賢い言語モデルを作るためにはデータの量が命ですので、日本語でモデルを作るっていうのは不利になるわけです。で、あと、英語は事実上の共通言語ですので、質の良い、データセットっていうのは、英語で開発されていることが多いっていう、そういう現状があります。で、あと日本語の LLM を開発するときにも、英語の情報っていうのが役に立つことがいっぱいあります。で、まず英語から学習した知識だとか推論能力がそのまま日本語に活かせるかもしれないですし、日本の LLM のアプリケーションで多いのは翻訳だったりします。ですので、英語の情報を日本語に翻訳してほしいですとか、この英語のテキストを構成してほしいとか、そういうアプリケーションがありますので、どっちにしても英語のことっていうのは分かっていないといけないという問題があります。で、3番目に書いてあるものが、LLM の事前学習は大量の計算が必要だっていうことが書いてあります。で、この、英語のデータと日本語のデータを混ぜて LLM を学習しようとすると、単純に考えると、日本語の9倍の
データ量があるということは、日本語の、データだけで学習するのと比べて10倍の計算量が必要になるということになります。で、計算量が10倍必要になるということは予算も10倍必要になりますし、そんだけたくさん の GPU を集めるということも難しくなります。なので、もし英語ですでに学習してある大規模なモデルがあるんだったら、それをそのまま活用して後から日本語の部分だけを追加で学習した方がはるかに低コストで作れるんじゃないかという、そういうアイデアになります。で、それをするために必要なこととしては、日本語のデータを作ることになります。で、継続事前学習を行うときには、コンティニュアルプリトレーニングに必要なコーパス、テキストデータが必要になるんですけれども、こちらも使えるものっていうものがオープンで公開されているデータがいろいろあるんですけれども、海外で作られていたものだったりすると、こう言語判定が間違っていたり、あとテキスト部分をすでにこうウェブページの HTML からテキストの部分を抜き出してくれているんですけれども、そこも結構ミスがあったりエラーがあったりして、あまりきれいでないことがあります。ですので、今回スワローのモデルを作るときには、コモンクロールから日本語のテキストを抽出して、できるだけきれいな日本語のテキストを集めて学習に使っています。で、その学習データとかを今回研究室で開発しています。で、開発の流れざっとこんな感じになります。で、コモンクロールから、633億ページぐらい の, 量 の, ウェブページを集めてきまして、そこから、日本語のページであろうものを抽出してきて、で、大体、27億ぐらいのページ数になります。で、この27億ぐらいのページの中には、EC サイトの、ウェブページですとか、あとは文章になっていないようなキーワードがいっぱい羅列してあるようなこうカタログのようなページだったりとか、そういうものが混ざってますので、それをフィルタリングしたり、あとデリプリケーションと呼ばれる重複除去なんですけれども、このスナップショットの中には同じウェブサイトを何回かこう収集していたり、転載があったりして、似てるウェブサイトがいっぱい入ってますので、それを除去するっていう処理をしていきます。で、そういうことをやっていくと、もともと集まっていた、26億のページのだいたい4分の1ぐらいが残って、それを学習データとして使うことになります。で、あと最後のキーポイントというふうに説明したボキャブラリーエクスパンジョンなんですけれども、これは我が輩は猫であるアイアマキャットっていう、例文を例に説明しているんですけれども、日本語話者がこの我が輩は猫であるっていう文を単語に区切ってくださいっていうと、我が輩愛とは、サブジェクトケースマーカーですね、主語を表すもので、あとキャットっていう、猫キャットっていう部分とである、英語で言うとイズに相当する部分に分けたいと思います。で、そういうふうに分けられるのが自然だと思うんですけれども、実際にはそういうふうに分けられていませんよっていうのがこの、下に書いてある例になります。で、我が輩は猫であるっていうのがどういうふうに分かれているかっていうと、最初の漢字である、最初の文字である我がっていう文字が3つのバイトコードですね、 E590BE っていう、3つの、コードに分かれてしまっています。で、これは何かというと、我がっていう1文字なんですけれども、それを E590BE っていう3つの文字に分割しましたよってことを表しています。ですので、本当は我が輩を例えば1語にしたいんですけれども、愛を表すのでそれを1語にしたいんですけど、むしろ逆のことが行われていて、漢字がさらに UTF-8 のバイトコードに分かれて、我が輩っていう2文字のものが6文字に増えているっていう、そういう状況です。で、このようなことになっているのは、何でかと言いますと、ここのテーブル、真ん中のテーブルにラーマ2とミストラルとラーマ3の、ボキャブラリーのサイズですね。で、ひらがな、カタカナ、あと漢字の文字がどのくらい含まれているのかということを示した表があるんですけれども、ひらがなは全部で96文字あるんですけども、ラーマ2が例えば61文字しか登録して持っていないという、そういう状況にあります。
で、まあ、ひらがなカタカナは大体この数でも普段使う量としては十分だったりするんですけども、漢字が圧倒的に不足しておりまして、この29,111っていう数は中国語を混ぜた数なんですけれども、日本で普段使う漢字、常用漢字と言われているものが2136文字あるんですけれども、それに対して、ラーマ2が700文字しか入っていなかったり、ミストラルのバージョン 0.1 が1456文字しか入っていなくて、この1456文字っていうのは全部が日本語の文字とは限りませんので、文字数としては圧倒的に不足した状態にあります。で、そういう状態でトークナイゼーションをしてしまいますので、こういった形で我がって文字がバイト UTF-8 のバイトフォールバックっていうことが起こって、3バイトに分かれてしまうことになります。で、最近リリースされた、ラーマ3というモデルはこの辺が改良されておりまして、漢字が2314文字入っています。で、このくらいの文字数になってくると、まあ、結構日本語の中でもよく使う単語漢字が入っているような状態になっています。で、ボキャブラリーエクスパンジョンで、まあ、どういうことをやるかなんですけれども、基本的には日本語でよく使われる文字のパターンですねっていうものを集めてきて、で、その文字のパターンが日本語でよく使われるから、それをボキャブラリーに登録してくださいよっていう後から登録する作業を行います。で、これによって、例えば、11,176 トークンをボキャブラリーに追加することによって、スワローのモデルは我が輩は猫であるっていうのが、我がと輩とは猫であるっていう、トークンに切られるようになっていて、まあ、我が輩っていうのはくっつかなかったんですけれども、であるの部分は、まあ、でとあるっていう、まあ、そういう形でこうくっつくようになって、まあ、より日本語として自然な区切り方に近くなっています。で、区切り方を変えるってことは、なんか日本語としてこうきれいな扱い方をしたいとかっていう、まあ、そういうこうなんかフィロソフィーのようなふうに思われるかもしれませんけれども、実際にこれ実用上も重要でして、日本語の、テキストを入れたときにトランスフォーマーが扱えるコンテキストウィンドウのサイズっていうのはトークン数で決まりますので、トークン数が増えてしまうと、それだけ日本語の情報をトランスフォーマーに詰め込めないということになります。で、スワローでボキャブラリーエクスパンジョンをやった結果、トークンの長さが大体半分ぐらいに減ります。で、そうすると、それは要するにもともとのラーマ2に比べると、2倍の情報をトランスフォーマーのコンテキストウィンドウに入れられるということになりますし、テキスト生成も2倍早くなるということになりますので、ボキャブラリーエクスパンジョンというのは、実用上もすごく重要なアイデアになります。で、今回オープンイノベーションデーですので、まあ、オープンな LLM を開発するメリット、まあ、いいことを、まあ、少しまとめたいと思いますけれども、まずLLM の開発に関する知見を共有することができる。で、それはもちろん論文としてパブリッシュすることも重要なんですけれども、モデルをダウンロードして自分で動かしてみて、自分で開発しているベンチマークデータセットの上で評価してみることによって、このモデルがなんで例えば数学に強いのかとかコードに強いのか、で、その時にどんな作り方をしているのかっていうことを、まあ、知ることによって、自分たちの LLM の開発に生かしていくことができます。で、まあ、そうしていくことによって似た実験を繰り返さなくて、まあ、済んだりします。で、あと、まあ、透明性ですね。どうやってモデルがこう動いているのかっていうことの、まあ、分析にも使えますし、モデルの作り方が公開されていることによって、まあ、どこかをこう利するような、まあ、そういう、作り方になってないということも説明することができます。で、あとオープンなモデルはダウンロードして手元で動かすことができますので、プライバシーとかセキュリティのリスクがないというそういう利点もあります。で、最後に書いてあるものがフォークって書いてあって、まあ、これがこうオープンなソフトウェア開発とも結構似てるなという話なんですけれども、我々のスワローのモデルは、ラーマ2をベースにしてラーマ2に対して日本語の知識を注入して作っています。で、それでモデルを公開すると、今度は別の方が別のアイディアでクロスリンガルのレッジトランスファーっていうことをちょっとやってみようと思って、レイヤーっていうモデルをまたさらに開発してハギングフェイスで上げ
ってくれたりアップロードしてくれたりしています。でこういった形で少しずついろんなアイデアを投入してモデルを賢く追加の事前学習だったりしてファインチューニングとかで賢くしていくことができます。で右側の方が、モデルマージっていうものなんですけれども、左側は学習をするので結構計算量がいるんですけれども、右側のモデルマージっていうのは何をやっているのかというと、モデルの重みベクトル の引き算とか足し算によって、モデルの能力っていうのを取り出すことができるっていう、そういうアイデアです。で下のこのカッコで書いてある部分がこれを何をやっているのかというと、ミクストラルのインストラクトモデルからミクストラルのベースモデルを引いてるんですね。でそうするとチャットだったりとか対話する能力を表すベクトルが得られて、それをスワローの、ものに足すことによって、このミクストラルの方は英語のチャットに関する英語 の対話に関する学習をしていたモデルなんだけれども、それにベースとして日本語のモデルを付け替えることによって日本語でも対話能力が上がるっていう、そういう面白い現象があって、これもオープンなモデル のならではの開発かなと思っています。で最後、残り限られた時間ですけれども、うちの研究室で行っている、LLM を使った研究の方も少しご紹介したいと思います。まずこの一つ目の研究が LLM のジェンダーバイアス の測定になります。これは今月行われる LA ココリングで発表する予定になっているんですけれども、これはLLM のバイアスジェンダーバイアスを測定するデータセットを作って、で日本語の LLM の、ジェンダーバイアスを測定しましたよっていう研究なんですけれども、何をやっているかというと、このキャプションのデータセットからマンとかウーマンって言われている部分を取り出してきて、そこに職業単語を入れると。で職業の単語を入れるときにどっちかのジェンダーにこう偏っている職業を入れることによって、例えばこの、緑のやつというものはどちらかというと女性に偏っている職業なんですけれども、その女性に偏っている職業を入れて The nurse is playing tennis っていう文と The woman is playing tennis っていう文があったときに、The nurse is playing tennis っていう文から The woman is playing tennis っていう、情報をこう導けるかどうかっていう、その外因関係認識のデータセットを作ってあげます。でそうすることによって、外因関係認識を LLM にさせたときに、この PS セットに対してこれは同じことを言ってますよっていうふうに判定したら、それは LLM がバイアスを持っていることになりますし、この真ん中の AS セットに対してこれは相反することを言ってますよっていうふうに言ったら、やっぱり LLM がバイアスがあるということになります。でそういった形で LLM バイアスを測定するようなデータセットを作って、LLM のバイアスを軽減する取り組みを行っております。であと LLM の評価バイアスの話なんですけれども、最近 LLM を使って LLM の性能を測定するっていう LLM as a judge みたいな、そういう考え方があるんですけれども、それをやるときに LLM はどうしても自分の作った文だったりとか誘導の高い文を好む傾向があるので、そのバイアスを軽減するための研究を行っています。であとこれはメンバーシップインファレンスアタック、メンバーシップ推論攻撃というものなんですけれども、LLM の学習に自分のテキストが使われたかどうかをこう調べるために、検査したいテキストの前半部分を入れて、でその後半部分がどのくらいの確率で出てくるのかということを知ることによって、LLM がそのテキストを使って学習しているかどうかを知ることができます。ただオープンではないモデルはその、後半部分がどのくらいの誘導なのか確率なのかということを計算することができませんので、それをサンプリングベースで、いろんなテキストので続きを予測させて、で元々の続きと推測された続きが一致していたら、このテキストは使われてるんじゃないか、学習に使われてるんじゃないかっていう、そういう推定するような手法も開発しています。で最後これは LLM 検出の話ですけれども、テキストが LLM によって書かれたかどうかっていうことを検出する研究になります。で検出する研究そのものはあるんですけれども、LLM の検出機っていうのが世の中に出回るようになると、例えばその LLM を使ってエッセイを書く人はその検出機に通してみて、このテキストを LLM に書いたかどうかっていうのをこう調べて、 LLM に書いたって言われてるんだったらちょっと書き直すみたいなことをやるかもしれない。
なのでそういうことも踏まえて LLM の検出器を学習していくことによってより賢い検出器を作ることができますよという研究も行っております。で、最後時間がなくなりましたけどまとめたいと思います。まず日本で LLM の開発が今盛んに行われているという話を全体でしました。で、その後に、スワローの開発について、ご紹介して、最後、研究室で行われている、信頼できる、LLM についての取り組みをご紹介いたしました。私から以上になります。Thank you very much.中崎先生、ありがとうございました。ちょっと時間が押しておりますが、せっかくですので、もし一件ぐらいご質問がある方は、マイクが参ります。コンティニュアルプリトレーニングで英語の性能を落としたくないと言いましたが、その結果的には どれぐらい変わりましたか？すごくいい質問です。ありがとうございます。どうしても英語の性能は下がります。で、英語の性能と日本語の性能を両方同時に測っていて、で下がる原因はいろいろあるんですけれども、学習率が高くすぎて破滅的忘却カタストロフィックフォゲッティングが起こっている可能性もあるので、学習率をモデルによって調整するのが非常に大事だったりします。で、あとモデルのサイズが小さいときほど日本語が上がると英語が下がる傾向があって、モデルのサイズが大きいときには比較的英語の性能が下がらないっていう感じになっていて、モデル開発するときは両方同時に測ってできるだけ英語の性能を維持するように工夫をしようとしています。ありがとうございます。Thank you so much. So it's already past the time, so let's give a hand to Okazaki-sensei, and thank you very much. Thank you.